OECD 各国の財源別保険支出。水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、大体は民間保険、緑はその他健康保険証となる SIS。カードベルギー王国の医療には複数の医療保険組合が存在し、競争政策が取られ、公営及び非営利の病院が存在する。政府は 医療保険組合に対して、その加入者数に基づいて、資金を支給する。医療保険組合の多くは、歴史的には、政治団体が支援するものであったが、しかしそれらの自己負担率の違いは大きくはなく、政府によって規定されている。保険組合が医療費を全額負担することはなく、召喚率は総合医、専門医の場合、多くは一、二から三、四程度である。 国家レベルにて財政、医療制度が制定されたのは1894年の方である。1945年には社会保険制度が制定された。非保険者にはクレジットカードサイズの SIS カードが支給され、国民識別番号が記載されており、病院や薬局で必要となる。アントウェルペンの大学病院ベルギーの医療制度は、主にベルギー連邦が所管しているが、 予防医療など一部は三つの言語共同体が所管している。連邦政府及び地方自治体の両方にて公衆衛生大臣のポストが存在する。社会的責務として補助すべき人や収入の全くない人には公的扶助が給付される。ありがとうございます。